はい、どうも皆さんこんにちは、カブくんです。カブくん視聴者速報が入りました。いちごプリンさんありがとうございます。24時間テレビで羽生さんがロンカップを滑るそうですよということみたいです。パチパチパチですね。羽生さんロンカップで滑るということです。衣装とかどうなるんだろう、気になりますね。全日本とオリンピックの2回しか披露されなかった、プログラムですから楽しみです。あの超高難度の左右リンクしたロンド形式のステップがまた見られるなんて嬉しいですね。いやー楽しみですね。本当やっぱりかなり濃密なプログラムだったので、確かに2回しか披露されてませんよね。なので羽生さんの中でもまだやりたいという気持ちが強いのかなと、そして皆さんに見せていきたいという気持ち強いのかなというふうに思うんですよね。どんなジャンプの構成にするとか、演技が少し変わっ、要素が少し変わったかどうかは分かりませんけど、羽生さんロンカブで滑るということで、これはねびっくりで嬉しいですね。はい、カブくん視聴者速報でございました。ありがとうございます。